はい、こんばんは、つぐきです。先ほどはですね、先ほどって言っても、首里城に行ってきたんですけれど、帰りにですね、ちょっとデパート出てきたんですね。はい、なんか京都の物産展をやってたみたいで、なんか京都の料理とか、和菓子とかそういうのが出されてですね、僕あっちの方でなんかザルそばみたいなやつを食べたんですね。はい、なんか麺がなんか妙に長かったんですね。ちょっと食べるのがちょっと難しかったんですけど、はい、ごめんなさい、ちょっと咳払いしますけど、ごめんなさいね。はい、それで、帰りにですね、それの、デパート、とあるデパートの方でね、寄ってきて、那覇のとあるデパートなんですけどね、そっちの方で寄ってきて、帰りに、それを、今帰ろうかなと思ってるんですけど、実はですね、デザート買ってきたんですね。なんか和菓子の、なんかあんみつって言ってですね。はい、僕これなんか、多分、初めて食べるかもしれませんね。生まれて初めて。はい。和菓子はなんかね、あんことかがあるやつとかね、そんなの結構食べたんですけど、あんこでついてるやつとかね。はい。普通に団子とかも普通に食べてたんですけどね。はい。なんか、餅とか普通に食べてますけど、あんみつは多分ね、これを今回で食べるの初めてかもしれませんね。こういうやつなんですね。はい。こういうなんか、黄色って書いて、桃って書いて、やつなんですけど、これ多分、ちょっと、大桃あんみつって言えばいいんですかね。僕ちょっとあんまり、あれなんですけど、多分間違ってたらすいませんね。感じ。はい。ちょっと僕、本当にね、頭が悪くてですね。本当にね、あれなんですけど、食べようかなと思ってるんですね。はい。これをなんか、あれなんですけど、こういうやつ？はい。これなんか、黒蜜って言ってですね。それをかけて食べようかなと思ってるんですけど、はい、食レポですね。はい、食レポしようかなと思ってるんですけどね。あんみつを食べました、食べてみたってやつをね、やってあれなんですけど、食べてみようかな。これ、黒蜜かけないで食べたらどうなんですかね。ちょっと食べてみようかな。黒蜜かけないでちょっと食べてみましょうね。はい。普通に。マンゴーみたいなやつが入ってるんですね。多分マンゴーが入ってるのかな、これ。桜も入ってるんですけどね。はい。では、これ。どうしようかな。これ。これあれかな、別で食うのかな、これ。ちょっとごめんなさい。別でこれなんか食べ方がちょっとあんまりちょっとわからなくてですね。はい。ちょっとごめんなさいね、これ。食べ方があるみたいで。はい。これちょっとあれですよ。二つにはこんな風にやってやるみたいですね。ごめんなさい。ちょっと僕ね、本当に初めて食べるんで、食べ方がわかんないんですね。あんみつの食べ方って。はい。本当に分からなくてですね。これ黒蜜でかけて食べるんですね。はい。ちょっとやっぱ黒蜜でかけて食べるみたいですね。これどうやら。本当ね。本当、あんみつ初めて食べるんです。すいませんね。ごめんなさいね、本当に。コメントで変なアンチからね、変なコメントが来てるんですけどね。もう、変なコメントを、なんかまた変な書き込まれますけども、いや、はい、いいんですけどね、本当ね。ちょっと食べてみましょうね。じゃあいただきましょうね。食レポです。いただきますね。はい。
ほんとね、美味しいですね。うん、なんか、うん、あー、ほんとにね、美味しいですね。はい、普通に美味しいです。はい、まあ、ほんと、はい、あんみつ初めて食べたんですけど、ほんとにね、美味しいです。はい、ほんと美味しかったですよ。はい、まあ、これちょっと多いお茶になりましたね。はいはい、あんみつねこれ冷たいんですよね、これはい、冷たくて美味しいですなかなかこれ、はい、美味しかったです、ほんと。はい、僕京都、5年前ぐらいですかね、今から多分4年か5年ぐらい前に行ったことがあるんですね。はい、初めての関西旅行で、はい、大阪と兵庫と京都の3つの、はい、ところ行ったんですね。はい、まあ、京都は清水寺行ったんですけどね。はい、ほんと清水寺良かったですよ本当、はい、はい、本当に京都ね、素晴らしかったですよ。はい、また行こうかなと思ってるんですけどね、京都。はい、まあ、京都ほんと素晴らしくてですね、美しかったですね。はい、ほんと、まあ、清水寺ですね、外国人の観光客とかも本当に多かったですよ。はいだからなんか結構人気なんだなと思って、はい、ほんとね、日本っていう国は素晴らしいなって思うほどの感じなんです。特に京都なんて本当に、なんていうんですかね、ザ・ジャパンって感じなんですね。はい、いかにもザ・ジャパンって感じなかあれで、なんか日本で一番日本らしい街だなって思いましたよ。はい、まあ京都また行こうかなって思ってますね。多分関西の中で多分京都が一番僕は好きかもしれませんね。まあ、大阪もいいところであるんですけど、まあ、ユニバーサルジャパンとかあるじゃないですか。僕あっちも行ったんですけどね、まあ、あっちも良かったんですけど、まあ、京都もいいかなって思ってますね。はい、まあ本当にあんみつ美味しかったですよはい、これ京都のあんみつですかね。なんか京都にある多分あんみつのやつがなんか売ってたんで、それを食べたんですけどね、本当美味しかったですね、あんみつ。また食べようかなと思ってますね。はい、まあてなわけで今日はまああんみつを、まあ、食レポっていうことで、あんみつを生まれて初めて食べてみました。はい、まあてなわけでね、これで終わりますね。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。